ねんねママねんねママ寝かしつけならねんねママ、こんにちは、ねんねママです。最近ねんトレ本なんて本も増えてきて、寝かしつけについて知識を持っているママさんとかパパさんとかもう増えてきてるかなと思います。ともすると当たり前のように活動時間とか介入度とかねんトレファーバーメソッドみたいな言葉が出てきて、一体なんだそりゃみたいな方もいらっしゃるのではないかなと思います。そこで今回は寝かしつけの基本となる、でも一番大事な部分をしっかりこの動画でお話をしていきたいと思います。私自身自分のコミュニティでこれをずっとね、寝かしつけ強化クラスっていうコミュニティでずっといろんな方に伝え続けていて、1000人以上の方のねご相談にも乗ってきているんですけれども、基本を押さえるだけで抱っこでしか寝られなかった子がベッドに置くだけでセルフで寝てくれるようになりましたとか、夜中に3回以上なんかギャン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 起きちゃっていた子がもうたった2週間で朝までぐっすりになりましたとかっていうことが実際にあるわけです。で、それに大事なのはこの基本なんです。なので今日は動画でそれをしっかりお伝えしていきますので、知ってるよっていう部分もあるかもしれないですけど、今一度改めて確認していただけるとすごく大事かなと思いますので、よろしくお願いします。一つ目、活動時間ですね。活動時間というのは赤ちゃんが連続で起きてられる時間の長さのことを指します。覚醒時間って言ったりとか、いろんな違う言葉で表現されたりすることもあるんですが、いずれにしろ赤ちゃんがどのぐらい起きてると次眠くなっちゃうかっていうことですね。寝かしつけのタイミングです。それが例えば3ヶ月のお子さんだったらだいたい1時間半ぐらいっていう目安がありますし、6ヶ月だったら2時間から3時間ぐらいっていう目安があって、9ヶ月だったら3時間から4時間ぐらいっていう目安があるんです。こういうのに関してはもちろん目安なので、もっと元気な子もいれば、もうちょっと特に小さめに生まれた子とかだと体力がなかったりとかすることも全然あるので、お子さんによってまちまちではあるんですけれども、おおよそその目安を知っていることによって、あ、今じゃあ1時間半ぐらい経ってぐずってるからもう眠いんだろうなとか、そういうことがね分かるようになるっていう意味でとても大事です。で、これをオーバーしてしまうと何が起こるかっていうと、例えば1時間半しか起きてられない、うちの息子今3ヶ月なので1時間半ぐらいが目安になるんですけど、それが例えばじゃあ3時間とか連続で起きてたらどうなるのかっていうと、単純に言うと寝づらくなります。寝られても眠りが浅くなって起きやすくなる、夜泣きしやすくなるっていうことにつながります。それがなんでかっていうと、ちょっと難しい話になってきて脳の構造の話に入っていくんですけれども、とにかく寝づらくなるっていうことがあるので、まずはその時間をあんまりオーバーしすぎないように、絶対にその中に収めなきゃってこだわりすぎる必要はないんですけど、でもそのぐらいの目安で、あとは観察していただいて眠そうだったら寝かせるっていうのがすごく大事です。結構これが活動時間っていう言葉を知ると、その時間の中に収めなきゃ、もう活動時間だから眠くなさそうだけどとにかく早く寝かせなきゃっていう風に思ってしまったりもするんですけど、さっき言った通りこれ個性ありますし、あと日によっても変わるし時間帯によっても変わります。午前中何してたかっていうことによって午前中の活動時間変わりますので、一人の子で全くいつも同じっていうことはないです。前のお昼寝が短ければちょっと早く眠くなったりもするし、逆にたっぷり寝れてればちょっと長くなったりとかもするし、外出て目から刺激を受けて疲れたらちょっと早く眠くなっちゃうっていうこともあります。とにかく変わるっていうことを知っておいていただくっていうのはすごく大事だし、絶対ではないですが目安として知っておいていただくといいかなと思います。結局は観察することが一番大事、眠そうかなって言って、そのね活動時間の目安を基準に観察をしていただいて寝かしつけるっていうのが大事です。二つ目、睡眠環境ですね。ぐっすり寝てもらうためには睡眠環境が大事ですよっていうのもすごく基本的な要素になります。で、睡眠環境の要素としては安全性、光、音、それから室温。この4つが大事な要素になってきます。安全性がなんでぐっすり寝るのに大事かというと、まあ、やっぱ心配なことがあると親が心配になっちゃうんですよね。落ちちゃうかもとか、窒息しちゃうかもとか、そういう心配があると手出しやすくなって寝てるのに起こしちゃったりとか、転がったのを戻してきて起こしちゃったりとか、そういうことにもなりかねませんし、あとは親が心配に思ってるっていうことがお子さんに伝わって、お子さんもなんか大丈夫なんだろうか、ここで寝ててって言って不安になって起きちゃうっていうこともあったりするので、転落リスクがないようなしっかりとした寝床、窒息リスクがないような寝床を作っていただくのが大事です。で、寝かしつけの環境を整え方、寝かせる環境を整え方については別の動画でもしっかりご紹介していますので、そちらを見ていただければなと思います。
そして光環境、音環境ということに関してはですね、まあ、うるさいのはもちろんなんですけど、光ってるものって人間を覚醒させてしまうんですね。だからなるべく真っ暗にしておくのが大事なんです。それから何か音がバンバン鳴ってたりとかしても起きちゃうっていうことにはつながるので、まあ、部屋は真っ暗にしていただいて、遮光もしていただいて、音がちょっとねキッチンとかお皿洗ったりとか気になるようだったらホワイトノイズっていうのをかけていただくと音の壁になってくれるので音伝わりづらくしてくれますというような対策があります。それから室温っていう風にお伝えしましたけど、暑すぎたりとか寒すぎたりとかしてももちろん起きる要素になりますので、過ごしやすい室温に調整していただくっていうのがすごく大事です。で、室温ごとに何着せればいいのかっていうことに関しては室温と服装という動画でご紹介しておりますので、ぜひそちらも見ていただければなと思います。3つ目、生活リズムです。リズムを作るっていうことがすごく大事で、リズムって何かっていうと、だいたい朝何時ぐらいに起きるかっていうことと、お風呂入って寝る。寝る時間を何時ぐらいにするかっていう、このリズムですね。もちろんお昼寝のリズムも整っているといいんですけども、お昼寝はいつもは1時間なんだけど、今日は30分で起きちゃったとか、そういうこともまあ、あると思うので、完全に揃えるのは難しいと思います。ただ、朝起きる時間と夜寝る時間、プラスお風呂入る時間ぐらいは、リズム整えてあげると、体が、この時間だから起きようとか、この時間だからもうそろそろ寝る時間だとかっていう風にモードがね作られて、体が自然と寝るようになっていったりとかして、寝かしつけがスムーズになっていくので、生活リズムをつけていただくっていうのはすごく大事です。ただ毎日絶対にきっちりきっちり揃えなきゃいけないって思うと、出かけたりとかもできなくなっちゃうので、特別は全然ありだし、お出かけとか全然していただきたいなと思ってます。あとはお昼寝の回数が変わる時期、移行期っていうんですけど、お昼寝が3回だったのが2回になってくる時期っていうのは、3回の日と2回の日っていうので就寝時間はもちろん前後すると思います。2回しか寝なかった日はちょっと前倒しになると思うし、3回寝た日はちょっと後ろ倒しになると思うし、そういうのは全然ありなので柔軟にやっていただければと思うんですが、およそ生活リズムを作るっていうのが大事ということですね。4つ目、寝かしつけの介入度です。ちょっと言葉難しいんですけど、介入度、まあどのぐらい大人が寝るのをサポートするか、手を出すかっていうお話ですね。こちらの今出してる図が寝かしつけの介入度の階段の図になるんですけれども、まあ、下に行けば行くほど親のサポートが強い介入になります。一方で上に行けば行くほど親のサポートは弱くなって、何にもサポートがなくなればセルフ年齢というような状態になります。で、寝かしつけの癖がどうしても強いと、例えば授乳ミルクとか抱っことか強い癖があると、それがないと寝られないっていう、結構依存性が高かったりするので、夜中にふと目が覚めてしまった時も、おっぱいがないと寝られないだったら、おっぱいをくれ寝られないって言って泣くとか、そうやって夜泣きにつながるっていうようなことになってくるので、なるべくこの寝かしつけの介入度というのを下げて、寝寝力をつけていってあげる、自分で寝られる力を高めていってあげることによって、まあ、夜泣きもしづらくなるし、寝かしつけもどんどん楽になっていくし、親も解放されるしっていうポジティブなサイクルができてきたりはするので、寝かしつけ楽にしたいなとか、夜泣き減らしたいなという方は、この介入度をなるべく下げていく、癖を取っていくっていう練習をしていただくのが大事になります。そして5つ目、念トレですね。念寝トレーニングの略で念トレ。まあもちろんその言葉通り念寝の練習のことを指すんですけれども、広い意味では4つ目に紹介したような癖を少しずつ下げていくっていうことも念トレの一つではあるんですが、いわゆるコンサルタント私たちみたいな人が言う念トレっていうのは、メソッドっていうふうに言われる、どこかのなんちゃら博士とかなんちゃら先生が提唱した、このルールにのっとって赤ちゃんの寝かしつけを練習しましょうっていうふうに言われているもの、まあ、いわゆるメソッドというものがあります。で、代表的なものだとファーバーメソッドとかっていうものがあるんですけれども、例えばそのファーバーメソッドどうやるのっていうことは詳しくは別の動画でも紹介しているんですけれども、ちょろっとだけここで触れていくと、お子さん部屋に置いて、で泣いてても1回部屋出て、で最初の日は3分外で待って、3分経ったら部屋入ってて大丈夫だよって声かけて、1分ぐらい声かけたらまた出てきて、次5分待ってまた入室してって言って、泣き止んで寝られるまで練習していくものなんですけど、やっぱメソッドをかけると早いは早いです。効果が出るのがちょっとずつ段階的に、さっきの階段にのっとってちょっとずつ癖を取るっていうのは、泣かせないで優しくやるっていう方向ではいいんですけど、メソッドは結構泣いたりとかすることも、まあ、泣かせないようなメソッドもあるんですけど、泣いたりすることも多いんですが、短期間で終わることが多いというのは、まあ、特徴ではあります。ので念トレの方法、メソッドについてご紹介している動画いっぱい出てますので、よかったら再生リストとかから覗いてみていただければなと思います。ということで、この5つっていうのが寝かしつけの基本になります。
一応今お話としては寝かしつけが楽になるように、寝かしつけいらなくなるように、セルフ年齢になるようにっていう、自分で寝られるようになるようにっていうことを目指して、それが楽になるからねでお話はさせていただきましたけれども、別にセルフ年齢しなきゃいけないわけでは全くありません。セルフ年齢が何ヶ月でできるようにならなきゃいけないですかとか聞かれるんですけど、いけないなんてことはなくて、親が疲れててもう無理だって思うんだったら、やっぱそうなってもらうといいよねっていう話でしかないんですね。だから毎日寝かしつけが辛いとか、早く解放されたい、自分時間が欲しいとかっていう方は、まずは今お話しした基本を整えるところからぜひやってみていただければなと思います。話は分かったけれども、じゃあうちどうしたらいいかよく分からないとか、我が子のケースは何が悪いの、何から直したらいいのという方は、寝かしつけ強化クラスというところに来ていただくと、私及び他のネネの専門家がそれぞれのケースのご質問にお答えさせていただいておりますので、概要欄に寝かしつけ強化クラスのリンクありますので覗いていただければなと思います。はい、ということで今日の動画は参考になったでしょうか。参考になったらグッドボタン、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。いろいろ細々とね、ネネのお悩み、いろんなケース別の質問回答などもこのチャンネルでは配信しておりますので、ぜひ他の動画も見て勉強してみてください。一緒に寝かしつけ頑張りましょう。ありがとうございました。ねんねママ、ねんねママ、ね